皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、サムネタイトルでもわかる通り J リーグニュースの第32弾について紹介していきたいと思います。まあもうね、見たらわかる通り32弾ということで、まあ第1弾から やらさせていただいてて大好評のこの J リーグニュースなんですけども、第32弾かというぐらいね、まあ J リーグニュースのネタというか、まあ移籍の情報もね、開幕に向かうにつれて結構少なくなってきていますけど、まあここでね、結構岩田の進学組の選手だったり、伊藤翔選手、金崎ムー選手含めてね、他の選手っていうところもね、まあ残りの移籍っていうところ動きましたね。今回ね、紹介していきたいと思います。最後までご覧ください、よろしくお願いします。はい、ということです。まず一つ目の J リーグニュースは、横浜 FC は鹿島アントラーズに所属する伊藤翔選手を完全移籍で獲得しました。正直ね、ここまで契約更新の発表がないことに加えてですね、鹿島アントラーズのエベラード選手の残留だったり、上田綺世選手のね、若手の台頭などを考えると、まあ、今季もね、出場機会もそこまで見込めないのでね、J リーグ国内での移籍があるのではないかと個人的に考えていたところで、この冬にですね、ガンバ大阪から渡辺和真選手だったり、ベガルタ仙台からジャーメイン亮選手などのね、前線の選手を複数獲得している横浜 FC へのね、移籍が決まりました。横浜 FC はですね、この冬に、先ほども言いましたけど、ガンバ大阪から渡辺和真選手、ベガルタ仙台からジャーメイン亮選手などを含むね、フォワードの選手をね、獲得するものの、逆に言うと、昨シーズンですか、2020年シーズンに活躍をした斎藤光輝選手だったりが海外挑戦をすることだったり、瀬沼選手や、まあ今日紹介するね、これから紹介する皆川選手などもね、移籍することが決まってしまっているということを考えると、来季の、まあ開幕というか、来季の戦いのね、前線の顔ぶれっていうのは大幅に変わりますが、渡辺和真選手だったり、伊藤翔選手含めてね、まあ J リーグでもたくさんのゴールを取り、経験値豊富なフォワード陣がね、加入してくれたのは、横浜 FC としてはね、とても心強い補強になったのかなと思います。伊藤翔選手は大柄な体格を生かしたボールを収める能力だったり、前を向いてからドリブルでね、ドリブルからのシュートというね、得点感覚など、まあ一人で得点まで完結できる伊藤翔選手でもありますので、横浜 FC はね、来季どのような新しいサッカーを見せてくれるのかも楽しみですし、まあ自分自身ね、非常に横浜 FC、今季注目しているクラブの一つでもありますんで、注目して見ていきたいと思いますし、横浜 FC はね、頑張ってほしいのかなと思いました。はい、ということですね、続いての J リーグニュースは、ベガルタ仙台が横浜 FC に所属する皆川祐介選手をですね、完全移籍で獲得しました。まあ先ほど言った横浜 FC に加入した話は別件というか、まあ逆に横浜 FC からベガルタ仙台に移籍するという今回は話になっています。今季で29歳のね、皆川選手は2014年にサンフレッチェ広島でのね、プロキャリアをスタートさせました。その年にですね、広島でブレイクを果たし、当時日本代表の監督であったザッケローニ監督のね、サプライズ招集として、フル代表、A 代表もデビューした経験もあります。186センチというね、大柄の体格を生かしたポストプレーや、前線からのね、泥臭い守備でもね、貢献できる皆川選手はね、まあここがストロングポイントなのかなと思いますし、ファンとしてもね、非常に応援したくなるようなプレーをしてくれる選手になっています。横浜 FC には2019年に加入をして、2020年シーズンは29試合3得点というね、ストライカーとしては、まあ得点の部分だけで言うと物足りなく終わってしまったのかなと思いますけど、まあその他の部分、ピッチ内のところでの泥臭い守備だったり、その他の、まあ献身性というところを含めてですね、横浜 FC としては非常にね、貴重な戦力として戦ってくれました。逆に獲得したベガルタ仙台はこの冬にチームトップスコアラーの9得点を挙げた長澤俊選手が大分トリニータの完全移籍が決まり、センターフォワードというところでね、不在の状況が続く中でこの皆川選手の獲得に動きました。まあタイプとしてはね、かなり似ているのかなと思いますし、長身の選手で、まあヘディングだったりというところもね、できて、前線からの守備をね、行えるということを考えると非常にね、いい選手を補強できたのかなと思います。昨シーズンはベガルタ仙台としてチーム内事情だったりチームの順位含めてあまり恵まれなかったシーズンだと思いますけど、この冬にテクラモリ監督がね、就任をして前線では皆川選手だったり浦和レッズからマルティノス選手などを獲得するなど、着々とね、補強を重ねているベガルタ仙台でもありますので、サポーターとしてもね、一 J リーグファンとしても今季こそは上位進出を目指してね、頑張ってほしいなと思います。はい、ということですね、続いてのニュースは、ジュビロ磐田がコロンビアのアトレティコナショナルからね、ファビアン・ルイス・ゴンザレス選手をね、完全移籍で獲得しました。完全移籍でのね、獲得は決まったものの、まあ、日本の新型コロナウイルスの影響により、日本はね、
スポーツ選手もね、入国を禁止したということもあって、在留カードのない外国人選手、まあこのファビアン・ゴンザレス選手はね、緊急事態宣言が終わり次第のジュビロ磐田での合流という形になっています。まあこれはね、致し方ないことだと思いますし、いち早く緊急事態が終わってね、このファビアン・ゴンザレス選手の合流というところをジュビロ磐田としては待ちたいのかなと思います。自分もこの選手をね、実際には知らなかったので、調べたりした結果ね、素晴らしい経歴を持つ選手ということが判明しました。2018年に所属していたアカデミア・カントラオというチームではですね、39試合に出場して21得点というね、まあ、非常に素晴らしい結果を残しましたし、得点力の高さを十分ね示す結果などもこれまでに残してきました。ファビアン・ゴンザレス選手はフォワードの選手でね、身長というところが187センチという、ね、上背を生かしたクロスからの空中戦の強さを見せることはね、もちろんのことですね、裏抜けからのゴール、まあ、裏抜けてからのシュートでゴールを決めるっていうところもね、持ち合わせるいろいろな形で点を取れるストライカーとなっています。ジュビロ磐田としてはこの冬に前田良一さんだったり中山雅史さんがね、指導者としてジュビロ磐田に戻ってくるなので、育成、これからの育成というところに力を入れる姿勢は見せているものの、まあそういう面ではね、これからの育成、若手の育成というところは、期待できるのかなと思いますけど、加入情報があまり出ずにサポーターの方からしてもね、不安の声が募る、この冬の移籍情報となりましたけど、ここ、最終盤において、強力な外国人選手を補強できたので、緊急事態宣言がいつまで続くのかによってね、まあチームいつチームに合流できるかなどもの問題もありますけど、加入することとなれば必ず、ね、戦力になるっていくと思いますので、まあ、ひとまず合流を待って、このファビアン・ゴンザレス選手のね、活躍っていうところにも期待していければいいのかなと思いました。はい、ということですね、続いての J リーグニュースは、名古屋グランパスがサガン鳥栖に所属し、昨年2020年シーズンは期限付き移籍で加入をしていた金崎ムー選手を完全移籍で獲得することを発表しました。金崎選手は2007年に大分トリニタでプロキャリアをさせて、まあ、そこからですね、持ち前の得点感覚や熱いプレーを武器に、鹿島アントラーズや海外のポルティモネンセだったり、まあ、サガン鳥栖でね、プレーを経験した、来たね、J リーグ屈指の言わずと知れたストライカーになっています。2018年からサガン鳥栖でプレーをしていたものの、2020年シーズンに名古屋グランパスに期限付き移籍をしてね、名古屋グランパスはその当時センターフォワードの不在というところが、まあ、結構かなりの問題点になっていましたけど、金崎ムー選手が入ってくることによってね、26試合に計出場して、名古屋グランパスの上位進出というところに、ね、大きく貢献した選手の一人だと思います。しかしですね、シーズン終盤に膝の大怪我を負ってしまってね、来季の開幕というところは間に合わないということが決まってますので、まあ、サガン鳥栖にレンタルバックをするのか、はたまた名古屋グランパスに完全移籍をするのかというところでね、二択に迫られていましたけど、まあ、今季の活躍ぶりを加味して、名古屋グランパスは完全移籍でのオファーを出したとのことです。名古屋グランパスはこの冬に柿谷選手や斉藤学選手などね、2列目の補強を多くする中で、センターフォワードというところではね、来季の開幕に山崎選手しかいないことを考えると、まあその負担などを考えるとですね、シーズン途中での復帰する金崎選手の補強というのはとても大きいと思いますし、ACL での戦いのことを考えてね、海外のプレー経験だったり代表での経験値もある金崎ムー選手のね、期待度は増すばかりなのかなと思います。ひとまずですね、金崎ムー選手に関してはですね、怪我を治してまたピッチで見れるように、僕自身も、ね、応援している選手の一人でもあります。リハビリを頑張ってほしいと思いますし、一日でも早いピッチへのね、復帰というところにも期待していければいいのかなと思いました。はい、ということですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。今日の J リーグニュースはですね、1日ぶりの J リーグニュースということで、4選手の方を紹介させていただきました。まあ、どの選手もね、新天地の活躍っていうところにも期待していきたいと思いますし、まあ、ファビアン・ゴンザレス選手などはね、自分も知らない選手だったんで、早くね、J リーグの舞台で活躍する姿を見たいなと思いました。ということでね、まあ、これからも、あと少しずつだと思いますけど、J リーグニュース出てくると思いますんで、そちらね、ピックアップしてやっていければいいと思いますし、今日はね、2本目の動画ということで、4時ぐらいですか、夕方頃にね、ガンバ大阪のこの冬の移籍まとめというところもさせていただきましたんで、そちらもね、見てない方は、ぜひご覧になってください。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、バイ。